ユヒノエビコは大韓民国の実業家、宗教家、写真家。韓国のキリスト教主要教団からイタンカルトと認定されている救援派3つのグループのうちの一つであるキリスト教福音心霊会の代表であった。また、未曽有の大惨事となった韓国の沈没事故を起こした旅客先生はオルゴの実質的オーナーでもあった。京都で生まれ戦後韓国に戻った。 妻の父が起こしたキリスト教系を自称する新興宗教の参加団体で牧師として活動していた。生前は人類が間もなく滅亡すると終末論を唱えていた。1987年に系列の別の新興宗教団体が所有する工芸品工場で起きた古代用集団自殺事件をめぐって現金を使って神道を引き抜いたとして1991年に 上州詐欺罪で懲役4年の判決を受けた。その後観光遊覧船事業を運営する会社を経営していた。1990年代にはセモグループを設立。一時は造船や建設、遊覧船、海運などに進出するほど規模を拡大した。しかし、観光遊覧船事故で経営難に陥り、1997年に不当たりを出し破綻。 1999年に、新海沈海運を設立し、実質的オーナーとなっている。セモグループは、長男ユテギュンと、次男ユアカモトが所有している。13の子会社を持ち、その幹部のほとんどが、ユの率いる、宗教団体キリスト教福音心霊会の信徒だと、言われる。韓国国内に30以上の関連会社を有し、その資産価値は合計で、 約5600億ウォン。唯一家の個人資産は、株や不動産など、約2400億ウォンに達すると推定されている。国外では、韓国の億万長者写真家としても知られており、自分の撮影した写真をカレンダーにして、関連会社に買わせるなどしている。写真家としては、アヘという変名を用い、これまでニューヨークのグランドセントラル駅、プラハ国立美術館、 ベルサイユ宮殿などで大規模な個展を実施してきた。ベルサイユ等の使用のために巨額の寄付を行っている。セウォル号沈没事故に関連して背任容疑などで指名手配された。ユニは韓国史上最高額の5億ウォンの懸賞金がかけられた。指名手配のポスターが韓国語、英語、日本語、中国語の各言語で制作され、インチョン国際空港、 ソウル駅をはじめ、全国各地に掲示された。2014年7月22日、6月12日に、全羅南道順天市内の畑で腐敗した状態で、発見された変死体が、湯の兄の DNA と、ほぼ一致した。警察は、湯の遺体の可能性があると見ている。同月25日、韓国の国立科学捜査研究院が会見を開き、湯の死因は不明と発表した。 ありがとうございます。